やってきました。おはようございます、アンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日はですね、ちょっとあの神妙な顔立ちなんですけども、今回初めて対決シリーズっていうのをですね、やってみたいと思うんですね。ちょっと息が上がってるんですけども、興奮してきました。どんな対決かというとですね、ちょっとお伝えしたいんですけども、炭酸水と炭酸スプレー、どっちの効果あるか、今日はですね、いろんな対決をしていきたいと思います。まあ、あのハンデとしてですね、量的にはですね、まだ半分ちょい、僕が使っている愛用の炭酸スプレーなんで、こっちはですね、まだ封してない状態です。それを霧吹きでですね、どこまで炭酸水がやっていけるか、ちょっと見てみたいと思います。おお、間違えた、いきます。お、理科の実験みたいですね。よし、これぐらいにしておきましょう。よっしゃ、できました。じゃじゃーん、炭酸水霧吹き。あー、でもこれもうかなり今からもうフライングです。出てます、見ます、出てます。これもインチキです。これフライングです。これも炭酸、あとこの店、お店のですね、こう床がちょっとびちょびちょになって、今から施術に支障を来すぐらい、ちょっとします。ちょっとこれはフライングですね。はい、1本、今ちょっと炭酸のこの炭酸水は今フライングでマイナス1ですね。ほら、もうこんなんですよ。ちょ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 って見えます、これ。もう話にならないですね、こいつ。まあこれも言ってられないんで、ちょっと一回かけてみますね、自分の手に。見えますか、シュッ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 と、もうボットボトです。これもう最悪です、ボットボト、もう事故です、こんなんね。次、チャンピオン炭酸スプレーです。見てください、この霧の細かさ、もう全然違います。ああ、もう全然違う。あ、やっぱり全然違いますね。うわ、おおおおおお、いやー、ちょっとこれ、あー、もうボトボトになっちゃいました。これカメラ見えます、これ。これはやばいですね、非常にやばいです。ちょっとカメラでも映らない、もうこれね、話にならないです。炭酸水のですね、この霧吹き、ちょっとですね、これは予想外の展開です。もうかなりですね、やばい状態です。どうしようかなって感じなんですけども、これ次顔にかけてみますね。もうね、これね、僕じゃなくても言うと思うんですけど、不快です。はい、不快。これですね、こっちかけていくと、ほら、あ、もう全然ちゃうんですよね。やっぱりですね、よくね、動画でですね、炭酸水がいいですよって僕はおすすめしています。でも炭酸水よりこのスプレーの方がいいですよってお話もしてるんですね。炭酸水を直接かけるとか、炭酸水にキッチンペーパーを浸してやるとか、ありっちゅったありなんですけども、そこをですね、ケチってやるよりも、これ1本買った方がめちゃめちゃ効果あります。これが言えば、1ヶ月使えるとしたら1日100円、これもう1ヶ月使えないんですよ。これ使い切らないと炭酸抜けちゃうんでね、これやるたびに炭酸が抜けちゃうっていうことは、そんだけもったいないんですよね。こうやってシュワシュワしないですね。この勢いとかも見えないんですよね、全然。こっちちょっとやっぱ見えてると思うんですけど、ちょっとびちょびちょで、ちょっと僕だけなんか汗かいてるみたいになっちゃってるんですけど、もしあなたも炭酸水と霧吹きでやってみたらですね、多分わかると思うんですけど、結構ボトボトになります。こうかけてもですね、かなりボトボトになるんで、それなりの覚悟は必要かと思います。これお家のね、自分の部屋でやるとですね、下の床がこうびしゃびしゃになりますし、これ使い切るのって結構、これ全部使おう思ったらかなりの量です。1日目は炭酸、2日目3日目が微炭酸、最後は水に近いような状態になってると思いますんで、僕は今回この勝負をしたんですけども、残念な結果です。もっとやってくれると思いました。炭酸水、やっぱり所詮飲むもんです。これは体にかけるもんじゃない。やっぱりですね、適材適所っていうのがあると僕はよく分かりました。あなたもですね、もし炭酸水で体を柔らかくしたいんであれば、それなりの覚悟とそれなりの費用がかかるっていうことをですね、お伝えしたいと思います。今回ですね、この対決シリーズやってみたんですけども、ちょっとまたですね、僕いろいろ
考えてる企画があるんで楽しみにしておいてください。ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。うまい。はい、今日はですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったなとかためになったと思っていただいたら、いいねのボタンをよろしくお願いします。またですね、有益な情報をどんどん配信していきますので、こちらの方にボタンを用意しておきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。